皆様こんにちは、セラフ榎本愛犬家住宅です。今回から2回に分けて猫の模様についてご紹介します。猫の体の模様は違う毛の色が合わさってできています。先端だけ色が異なるなど、同じ毛でも場所によって色が違うことがあり、これも模様の元になります。模様のある猫には、全身に模様がある猫と白が混ざっている猫、一部だけ模様が入っている猫と様々です。縞模様、縞などの模様はタビーとも呼ばれています。はっきりとした線、マツカレルや、ぼんやりとした線、ティックド、斑点、スポッテドなどのタイプがあります。赤の縞は赤トラと呼ばれています。一部のみの色、顔や耳、尾、足の先など一部だけ色が違いポイントと呼ばれています。以上でご紹介を終わります。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。